平井雄二は、日本中央系馬会美穂トレーニングセンターの元、調教師で、元騎手。父は、元騎手で、中山大障害を制した、平井虎を。騎手時代は、平地競争の他に障害競争にも騎乗しており、障害競争の名馬の一頭であったバローネターフにも二度、騎乗している。1963年に、馬事公園長期騎手養成課程14期生として、 入所。1965年に、東京、稲葉幸雄級者の騎手候補となり、1969年に騎手デビュー。同期に、同郷の安田富夫のほか田島義保、小島太志、池上正弘、目の哲也らがいた。障害競争の騎上が中心であったため、安田、田島、小島、池上と違い目立った活躍はなかったが、障害競争における、 長教師からの信頼は厚く、中山大障害などの大レースにもよく起場していた。長教師免許取得により1985年2月に現役を引退。騎手時代の通算成績は、重賞競争4勝を含む合計117勝であり、このうちおおむね9割に当たる106賞が、障害競争での勝利であった。 1985年長教師免許取得。1986年3月1日、第2回中山競馬3日目第4レースの、ボルボシローが旧車所属馬初出走となり、同年5月10日の第1回新潟競馬7日目第5レースの、車大ハンターで、初勝利を挙げた。旧車開業当初は後に、伝説の名馬となったサクラスター王を管理していた。 1987年、同馬で第47回札幾賞と第48回菊花賞を制して注目を浴びた。しかしその桜スター王は一番人気に押された第32回有馬記念で第3コーナー通過時に脚部を骨折。長期の闘病生活を送ったものの、翌1988年5月に病状が悪化、立ち上がれなくなったため、 関係者間の協議の結果、安楽死処分の決断が下された。この桜スター王の安楽死には平井も相当な悲しみとショックを受けていた。なお桜スター王の活躍が評価され、1987年に旧社関係者表彰の一部門である、重賞獲得調教師賞を受賞している。平井は気象が悪いとの傾向があったラ勝利の子である。 サクラスター王に対してサクラ勝利の子は気性が悪いなんて言われるがサラブレッドについて気性が悪いなんてことはない。闘争本能をどう利用して育ててやるかが人間の役割だとコメントしていた。2011年12月20日付で長教師を誘退した。ふとじは文化生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。